石原正宏は RSK 産業放送の社員でゲリラうどん通りごっこ軍団の岡山市部長。メンツー団での通称はアイハラディー。香川県出身。高松第一高等学校、早稲田大学教育学部を卒業後、1983年に RSK に入社。RSK 入社後、報道記者、ディレクター等を経験。四国支社。 ラジオセンター編成業務担当部長等を経て、2015年現在は、報道部参事ラジオでは、自らの名前を冠した番組を設けたり、全国のニュース番組では、アナウンサーや記者に代わって、局の代表リポートを行ったりと権限は大きい。現在ではその興味をグルメからサッカーに切り替え、J リーグのファジアーの岡山のプッシュ活動に余念がない。現在は、 RSK イブニング5時で月1回これまでの経験を生かしラーメニアを訪問するコーナーに出演している。自らがディレクターとして長年担当したローカル情報番組ボイス21でサヌキウトンを幾度となく取り上げた。担当小雪は石原自身が顔出しで取材するシーンも多く見られた。メンツー団団長、田尾和俊とは うどん店情報を頻繁に交換する中で、タオナホットカプセル在籍時代に、同社本社にてタオと対談するシーンも何回か放送されている。逆に、タオがホットカプセルに在籍していた時代のタウン情報誌、TJ 香川内の雑誌コラム及び、それをまとめた書籍、恐るべきさぬきうどんにも頻繁に登場する。石原が、とある出来事をきっかけに、 メンツー団岡山支部長に任命された経歴をはじめ、石原にまつわるエピソードは、同コラム及び書籍にて、赤裸々に綴られている。タオと並び、サヌキうどんブームのきっかけ作った一人であると、言われている。サヌキうどんはもちろん、ラーメンに対する知識も豊富で、岡山のラーメン店も、同番組で多く取り上げている。また、メンツー団の大将こと、 聖の大将が経営するラーメン店、ハマンド、で、さぬきラーメンが完成するまでのエピソードを取り上げた、こともある。逆に、うどんネタでは、森の大将と、穴場さぬきうどん店の取材を行うこともあった。ボイス21担当周期には、自らラーメンの書籍を執筆し、出版するに至る。日本民間放送連盟賞受賞5回、その他受賞多数。ありがとうございます。